ございます。今日は瓶型柄の抽選ですね。こちらね、半襟、手ぬぐい半襟とトスコアサーの長襦袢と、はい、綿麻の、これはね、あれですよ、あのシジラじゃないですよ、綿麻の着物でございます。夏の着物ですね。夏の着物のレパートリーは少ないですよね。どうしてもね、中古でそんな出回らないんで、そんなになかなか増えないんですよね、作るとなるとね、いくらかはかかるんで。昨日、私どんだけぶりに丸一日洋服でいました。洋服の用事が変な、ちょっと中途半端なお昼の時間にあったのもあって、そんなんしたんやけど、夏やし言うても、そりゃジンマシンは出んわなと思って、洗濯物も増えるしなと思って、洋服で行ってみようかなっていたので、なんかまあいつものようにね、あの足袋を作ったりいろいろしてたんだけど、もう誰、洋服が涼しいって言った人、めっちゃ暑いじゃん洋服、もうすっごい暑かった。もうなんだろう、あのほら涼しいタイプのジーパンあるじゃないですか、今なんかクール素材の、あれを着てたんだけども、お股が気持ち悪い。もういつも捨ててこで慣れている私にはもう気持ち悪い。しかも最初長袖着てて、途中で暑くなって半袖にして、でまた上羽織って、結構洋服って厄介ね着物でそんなことしなくても全然いいのに、全然暑いじゃんと思って、洋服より着物の方が全然涼しい。襟もね、ブラウスっぽい襟って暑いよね。着物の襟はあの後ろ襟抜くんでね、女性はね、首にあんま当たってないんですよね、後ろのね、ここのね、暑くなるとこに。だから全然、まあね、これであのプラスチックのここにね、襟芯入れてたら非常に暑いでしょうけど、そんなことは普段にじゃしませんのでね、まあ、結局、長く着物を着ている私にとっては洋服の方が暑かったなっていう答えでしたはい、で今日はいろいろ物議を醸してありますが、魔剣にします。はい、そして茶色の三部紐も全然違う色かと思いきや、黄色はね、茶色と類似した色なので合うんですね。でなぜトーンを落としたかというと、こちらですね、じゃじゃん、これはお針箱さんの、ちょっとお待ちください、はい、すいません、LINE の応酬で、あ、動いたLINE の応酬でマナーモードにしてきました。はい、ね、このつまみ細工はお針箱さんに売ってた、U ピンにつけるタイプのつまみ細工、それを外して、あの何百円かのこのね、台座をつけたんですよ、ボンドで。あの普段着だとこの、あのつまみ細工のお花も1個で十分、あんまりカビなやつはかえって恥ずかしいですね。バランスって大事ですよね、まあ、軽い着物には軽い帯締めがあったりとか、そういうのありますからね。
帯締めもね、夏の帯締めを絶対しなきゃいけないってわけじゃないんですよ。あの普段着なんで。ただ冬のこってりした重い帯締めは夏のこういう薄手の帯にはバランスが、負けんなら別にいいんだけど、シャとかね、あとペラペラの博多とかだとちょっと華奢な帯締めの方が相性がいいんで、そういうのはね、あの今はあまり作られてないのでリサイクルショップで買ったら便利かなって、何百円とかで売ってるんでね。まあ私はほとんどその帯締めなんですけどね。それかもう三部紐ですね。三部紐はね、ほんと季節問わず実は使えるので、帯留めのこと考えなきゃいけないっていうのはあるけど、割に便利なんですよね。帯留めもね、あの私みたいに近くにビーズいっぱい売ってるお店があるとこに住んでる方とかやったらね、台座売ってるところもあるんでね、そういうとこで台座を買ったら何百円、台座1個いくらだ、あれ100〜200円したかな、その土地によってですけどね。石川県土地代安いんで安いんだと思うんですけど、そんぐらいで手に入るので、つまみ細工はね大好きなんだけど、あんまりカビなつまみ細工は普段着には似合わんのでね。じゃあ作れよって話なんだけどね。本当だよね、足袋を作ってつまみ細工を作らない、いいのいいの、何でもかんでも作っとったらキリがないんで。あ、旅の動画見ていただいてありがとうございます。ね、もう何人かの方が平日にもかかわらず見ていただいて、しかも1時間もある動画なのですよ。旅作りの動画ですね。でね、動画撮るのも、撮りながらやるのも、結構面倒なんですけど、あの撮った後の編集が大変みたいで、主人手こずっておりましたね。あのパソコンが読み切れないみたいな。工場へ行けばね、でっかいマックがあるんですけどね。あ、水色に茶色も合うね、やっぱ自然界の色だからだね。はい、今日はこんな感じでございます。はい、ちょっとね、明るい沖縄の瓶型の柄ですね。かわいい。この手ぬぐいに、はい、水、紫の着物に、はい、こちら、パッとお花が浮いた感じにしました。で、足袋は、はい、さっき出来上がったよ。オリジナル足袋、パート何個だろう。はい、裏がまたカラフルでございます。はい、落下させてしまいました携帯を。はい、今日こんな感じで過ごしたいと思います。はい、それでは皆様良い一日を、京都まであと何日、楽しみでございます。はい、それでは皆様良い一日を。はい、旅もう一個作ったよ。で、改善しました。こっちの旅が動画で撮った旅。裏がね、はい、一枚になってるのね。で、この手ぬぐいを使ってるんだけど、こっちの新しい旅で試したのが、ハンプの旅底にも、はい、このように手ぬぐいを二重につけました。で、二重にするとちょっと
縫い慣れてない人は縫いづらいんですけど、帆布一枚よりもすごく汗を吸ってめちゃめちゃ快適やったよ。だから足袋の裏全部手ぬぐいの方が快適に過ごせます。おすすめです。え、どういうこと？え最初に帆布に縫うってこと？そうそうそう、最初に帆布に足型に沿って縫い付けちゃうの、ちょっと外側をブユーって、それから合体させるの、ミシンでバーって縫い付けちゃえばいいから。あ、だから帆布に手ぬぐいを塗って、うん、そこを二重にしたものを作って、そうそうそう、それであとは手順は一緒一緒ってこと。うん、それちょっとひと手間なんやけど、それするとめちゃめちゃ足の裏が快適になって、やっぱ手ぬぐいってすごい、襟も手ぬぐいでこの汗ねベタベタ吸い取るから、ものすごく洋服より気持ちいいし、足の裏も両面手ぬぐいにしたらめっちゃ快適。飛行機なので夏場特に、冬もあったかいと思うな、おすすめです。